こんにちは。今回は小さいお花を紹介します。花びらが5枚ある小さいお花です。1段目だけで編めます。編み方を編み図で説明します。このお花は鎖編み5目の輪の作り目に最初は細編みを編みます。鎖編み1目を編んで、輪の中に細編みを編み、次は鎖編み2目を編んで、次は長編みを編みます。輪の中に長編みを1回編み、鎖編み2目を編んで、輪の中に細編みを編むのが、この花びらの編み方です。これを5回編んで、最後は最初の細編みの頭に引き抜き編みをして、かわいいお花を作ります。今回は初心者さん用に、糸端は最後にとじ針で糸始末をしますので、少し長めに糸端を取って、ここから鎖編みを編み始めます。鎖編みは、ここから5回編みます。1、2、3、4、5。5目の鎖編みを編みました。次は最初の鎖編みに針を入れて引き抜き編みをします。これで鎖編み5目の輪の作り目ができました。次は細編みを編みますので、鎖編みを1目編んで、輪の中に細編みを編みます。2本の糸を一度に引き抜いて、細編みを編みました。次は鎖編み2目を編んで、次は長編みです。輪の中に長編みを編みます。針に糸をかけて、輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。次は鎖編み2目を編んで、輪の中に細編みを編みます。これが1つの花びらです。同じようにあと4枚花びらを作ります。鎖編み2目を編んで、次は長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。次はここと同じように鎖編み2目を編んで、次は細編みです。輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて、細編みを編みました。編み地を寄せて2枚の花びらができました。次は3枚目です。鎖編み2目を編んで、長編みを輪の中に編みます。鎖編み2目を編んで、次は細編みを編みます。これで3枚の花びらができました。次が4枚目です。鎖編み2目を編んで、長編みを編みます。鎖編み2目を編んで、次は細編みです。4枚の花びらです。もう1回編みます。鎖編み2目を編んで、輪の中に長編みを編み、鎖編み2目を編んで、次は細編みですが、最後は細編みではなく、鎖編み2目を編み、長編みを1目編んで、次に鎖編み2目を編んだところで、最後は
最初の細編みの頭に引き抜きます。ここが立ち上がりの鎖編みで、この目が細編みです。最初の細編みの頭のところに針を入れ、ここに引き抜き編みをします。これで5枚の花びらができました。次は糸始末をします。糸を少し長めに取って糸を切ります。こちらの糸は引き抜いて、この糸をとじ針に通します。とじ針に通して、ここで引き抜き編みをした、このところが今引き抜いたところです。ここに針を表から後ろに向けて針を入れて糸を絞ると、糸始末のしたところはきれいになっています。次にこの糸は後ろの目立たないところにとじ針を通して、どのぐらい通せば大丈夫です。こちらに引いておきます。次は、最初に鎖編みを編んだこの糸も、糸始末をします。とじ針に糸を通して、この糸が今こちら側に通しましたから、このこちらの最初の糸は反対側を通して、このように、こちら側とこちら側に糸を通しました。あとは形を整えて糸を引き、2本の糸を切ります。これできれいに糸始末ができました。こちらが裏側です。で、こちらが表側です。出来上がりは、花びらを整えて、形を整えてあげてください。これで可愛いお花ができました。最初のお花と合わせて、可愛いお花をたくさん作って、これをつなげて、ブレスレットやネックレスにしても可愛いです。一段目だけでできる小さいお花のモチーフを紹介しました。一段目だけでできる小さいお花のモチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。